広瀬隆史は日本の作家。父は建築家の広瀬三郎。東京を生まれ。早稲田大学理工学部応用科学科卒業。大学卒業後、メーカーの技術者を経て執筆活動を開始、医学文献等の翻訳に携わる。1979年のスリーマイル島原子力発電所事故を機に原発を考える市民団体緑の会の一員として、 原子力発電とは何か、そのわかりやすい説明を出版。1980年代初期の著作として、安全というならば、長大な送電線建設コストのかかる地方ではなく、電力の代償基地である首都圏に原子力発電所を建設してはどうかと指摘した東京に原発を、や、癌や、白血病で死んだハリウッドスターの死因とネバダ州で行われていた、 大気圏内核実験の因果関係を示唆したジョン・ウェインはなぜ死んだかがある。東京に原発をの観光後、1981年後半頃から、緑の会は広瀬を中心とする東京、緑の会に移行し、東京に原発を誘致する署名活動を新宿駅西口で行った。この活動は、 日本テレビの NNN ドキュメント81でも東京に原発がやってくるというタイトルで取り上げられた。このドキュメンタリーの時点で署名者は約400人だったという。1986年4月26日にチェルノブイリ原子力発電所事故が発生すると広瀬名義による東京に原発をの改定版や危険な話で 原子力の危険性を主張する立場を鮮明にする。これらの著作は反響を呼び、広瀬は月刊誌、デイズジャパンに原発関係の記事を繰り返し寄稿するほか、朝まで生テレビで原発を扱った会に出演するなど、原子力撤廃運動の論客として広く注目されるに至った。文芸春秋は前期の記事を開稿した、デタラメだらけの危険な話を掲載した。 広瀬はテレビ番組で反論を行っている。また、日本原子力文化振興財団は、作られた恐怖、危険な話の誤りを出版した。以後の原子力発電関係の著作として、審判眠れない話、審判最後の話、地震による原発事故を論じた、棺の列島、原子炉次元爆弾などがある。原子力発電に関する著作のほか、世界経済、 日本経済の裏側についての著作も多い。1986年の億万長者は、ハリウッドを殺すは、ロックフェラーとモルガンの二財閥を軸にして、近現代史を読み解く内容であり、主にロスチャイルド財閥を扱った1991年の赤い盾など、この系列の著作はその後も刊行されている。1980年代後半には、 内外のデータベースを駆使した調査が注目を集めた。パレスチナ問題については、広川隆一らのダイヤモンド都市の承認を危険な話の中で高く評価している。2003年に観光したアメリカの保守本流では、ブッシュ政権が日朝国交正常化を阻害した可能性を指摘し、北朝鮮民衆の貧困と飢餓を加速した原因は、軍事予算の肥大化にあり、 その根底には北朝鮮を包囲する核への危機感と対抗意識があると述べている。2010年に完工した二酸化炭素温暖化説の崩壊では地球温暖化に言及している。広瀬の主張について、ヤスイータルは日本経済新聞の記事と共に批判している。また、本書で言及されているクライメートゲート事件については調査報告によれば、 気候研究ユニットには鉄造などの不正はなかったとされ、調査結果を受け関係者は復職している。本書では、環境破壊について一番悪いのは、毒物と熱の排出と機械的な自然破壊であるとしている。また、原発の温排水が発電量の2倍の熱量で海を加熱し生物に悪影響を及ぼしていることが主張されている。ただし、 あらゆる人為的な排熱の影響は、人為的な温暖化ガスの影響2.9ワット毎平方メートルのおよそ100分の1であり、全地球的な温暖化への寄与は小さいとする推定がある。2011年3月11日発生の東日本大震災後、福島第一原子力発電所事故について、3月17日、朝日ニュースター、ニュースの真相への出演。 その出演模様の YouTube への転載、その後も YouStream 等を通じての積極的な情報発信を続け、圧力容器まで含めた原子炉主要部の完全破壊によって数百万の人々が死亡する旨を主張した原子炉次元爆弾をはじめとする過去の著書が再版、増刷されている。一方、朝日ニュースターで放送された内容については、北村正春から疑問が寄せられ、 物議を醸した。原子力の代替手段としては、燃料電池が世界を変えるにおいて、コジェネレーション、ガスタービンコンバインドサイクル発電と燃料電池を挙げている。東京電力の新設火力発電所を見学した際には、その技術の先進性について、社員を称賛したという。太陽光発電等の自然エネルギーについては、 長期的なペースで徐々に進めれば良いと主張している。また、自然エネルギーでは20年を経ても、原発の電力分を100%代替することは、不可能であり、原発を推進するための格好の口実になってしまうとして、今議論が必要なのは、天気や風の気まぐれに頼る自然エネルギーではなく、コンバインドサイクルのような安定供給できる設備で、あると主張している。 2011年7月8日付で広瀬及び明かし、翔二郎は、勝又恒久、まだらめ春樹、寺坂信明と、山下俊一ら32名を、東京地検特捜部に、刑事告発した。リニア中央新幹線計画については、無用の浪費計画であるため、関連予算は凍結し東日本大震災の復興資金に充てるべきだと述べている。 2019年7月29日の時事週刊誌週刊朝日に掲載したオンラインコラムで朝鮮人強制徴用はナチスドイツのホロコーストと何ら違わない。1965年に日本が韓国に支払った金は経済協力であり賠償金ではない。日本企業に賠償を命令した韓国王イ院の判決は当然の判決と発言し、 これを中央日報が日本の著名な脱核専門家であり、作家である広瀬隆さんが最近韓日間紛争の原因とされる強制徴用賠償問題についてこのように主張した。と大々的に取り上げ、物議を醸した。また7月31日の同コラムにてドイツに対する戦時中の批判は全く起こっていないなどと発言しているが、実際には ドイツの戦時中の行為に対する被害国からの批判は21世紀でも非常に強く2019年においても周辺国からドイツに対し莫大な賠償請求が行われている。ありがとうございます。